ロイはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ急航空母艦の49番艦。艦名はクエゼリン艦賞で2番目に大きい、ロイコールナムル島にちなんで命名された。艦は当初アラバベーの艦名で1944年3月22日にワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で寄港する。1944年4月26日にロイに改名され、 1944年6月2日に、ウィリアム・シントン夫人によって浸水し、1944年7月6日に、海軍に引き渡され、P.H. ライアン艦長の指揮下収益した。サンディエゴでの成長後にロイは、空母輸送部隊に配属され、前線基地へ航空機、設備及び人員を輸送した。 1944年8月13日に287名の兵員と71機の航空機を積み込み、エスピリトサント島とマヌス島へ向かい、9月27日にサンディエゴに帰還する。10月21日に再びマヌス島へ向かい、サンディエゴに帰還した後12月2日に、エニウェト区間省トグアムへ向けて3度目の航海に出航する。アラメダでオーバーホールを行った後、 ロイは、マーシャル諸島とマリアナ諸島への往復航海を行い、その後真珠湾に向かい回復訓練を行った。訓練の後は、第3艦隊への補給任務のための準備を行う。61機の補充の航空機を積み込み、ロイは30日間の戦闘速応体制に入って、グアムに向かい、第30.8任務軍に加わる。ロイの任務は、日本本土攻撃を行う。 第38任務部隊の空母に対しパイロット、乗組員、航空機及びその他の物資を補給することであった。ロイは7月4日にアドミラルティ・アイランズ・ホーランディア、セティスベイと共に出港し、第38任務部隊に7月12日、16日、20日に補給を行う。21日にグアムで物資を搭載し、61機を積んで27日に出港。 31日に空母部隊に合流する。グアムに戻ると再び航空機を搭載し、8月14日に任務部隊に合流。日本の占領任務のためそのまま第3艦隊に止まった。戦争の終了に続いて、ロイは機関兵を輸送するマジックカーペット作戦に従事した。ロイは1946年5月9日にブレマートンで退役する。 その後、5月21日に除籍され、12月31日に、オレゴン州ポートランドのジデルマシーナリーサプライ社にスクラップとして売却された。ロイは、第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。